ジョン・ウィルキンソン・レミュエル、フランシス・アボット・ジョン・ウィルキンソンは、イギリスの工場経営者。鋳鉄技術のパイオニアであり、産業革命時代に、方針や橋梁など多くの中鉄製品を製造した。方針を製造するための中繰り板や、溶解炉を高温にして、効率を上げるための送風機などを改良した。有名な科学者、ジョゼフ・プリーストリーの妻、メアリー・ウィルキンソンの兄である。 カンブリアのブリッジフットに生まれた。父親も芋の技術者で、エイブラハム・ダービーが始めた、木材ではなく、石炭を使う、鉄用コ炉を使うのを始めた人物である。非国教とノンコンフォーミストの家族として育った。17歳になった1745年から5年間、リバプールの商人に見習いとして働いた後、父親の仕事に加わった。 1753年に父親は、ウェールズのレックサム近くのベルシャム製鉄所に移り、1755年に、ウィルキンソンもベルシャム製鉄所に加わり、1757年に、共同経営者とウェストミッドランズのシュロップシャー近くに、航路を築いた。この地に後に、もう一つの航路と工場を建てた。さらに、ブリストルなどに、製鉄所や工場を建てていった。 1761年にベルシャム製鉄所の経営をすることになった。最盛期には製鉄所、レンガ工場、製糖所、ガラス工場、圧縁工場を経営し、工場の近くにバーミンガム運河が作られた。ウィルキンソンの工場は高精度の鋳物や重機、大砲を作ることで知られた。従来、大砲の方針は中心に中子を入れて鋳造しその後、 中バ板で内径を仕上げていたが、直接以外にガンドリルで穴を開け、その後中バ板で仕上げる工法などで精度を高め、発射時の方針の破裂事故を減少させた。中鉄製の大砲の製造に関する特許は、独占を嫌う海軍の判断で継続できなかったが、大砲製造の主要メーカーとなった。蒸気機関の実用化のためには、ピストンがシリンダの中を円滑に動き、 隙間から蒸気の漏れを少なくする必要があり、ジェームズ・ワットも最初の数年間はシリンダーの内径を叩いて修正するなどの試みを行ったが、良い形状を出すことはできなかった。1774年に、ウィルキンソンは型持ちで、切削の抵抗でたわんだり傾いたりする中ぐり板の刃物軸を軸の両端で支える中ぐり板を開発し、この問題を解決し、 蒸気機関やポンプなどにこの加工法の用途を広げることになった。蒸気機関はそれまで鉱山からの排水ポンプが主な市場であったのに対してウィルキンソンはその用途を広げることにも貢献した。1775年に計画された中鉄製の橋アイアンブリッジの実現の主要な推進者となった。アイアンブリッジは当時重要な工業の街、 ブローズリーに原料を運ぶためにセバーン川に架けられた60メートルの橋である。友人の建築家トーマス・プリチャードからの提案を受けて議会を説得するなどに貢献した。この橋は1779年に竣工し、1781年に開通した。アイアンブリッジは地区の地名になり、1986年アイアンブリッジを含むアイアンブリッジ峡国は、 ユネスコによって世界遺産に登録された。さらに事業を鉄製品だけでなく銅製品にも広げ、イギリス海軍が1761年木造の船舶の船体に海洋生物が固着し船速を落とし、船体を痛める対策として船体に銅板を貼ることを始めたことなどから銅の需要は急増し利益を上げた。沿港産も買収し、 円管の製造の工場も設立した。ウィルキンソンが65歳になった1796年までに、イギリスの中鉄製品の約1、8をウィルキンソンの企業が生産したとされる。経営者として、社員に評判が良く、新しい工場ができると社員と家族が住む住宅を作り、地域の教会などへの寄付も行った。義理の弟のプリーストリーの研究のために、 多くの支援を行った。1790年代には、鉄基地外と風せられ、身近なすべてのものを鉄製のものにしていた。1808年に没し棺や墓の飾りも鉄で作られた。ありがとうございます。